はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。 A 列車で行こう9、ライブ配信始めていこうと思います。今回、スイッチで、配信を行っていこうと思います。ぜひ、スイッチライブ配信今後ともご覧ください。おそらくツイッチ1本になると思うんで、ツイッチで、ぜひご覧ください。また、アカウントのフォロー、チャットコメントもぜひお願いいたします。 Please Twitch my アカウントフォロー and ライブウォッチ and チャットコメント Please。ツイッターやっております。今の YouTube の、ツイッチの、ところにリンク、チャット欄にリンク貼ってございました。アクセスの上ぜひフォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズ。なおですね、こちらの本日のライブ配信のアーカイブを2日後、つまり16日の21時午後9時から、プレミア公開いたします。あげましてプレミア公開いたしますので、YouTube の方、そちらお待ちいただければと思います。 YouTube アーカイブプレミアライブムービーということでですね、今回はまあタイトル通り、バスですね、バスをテーマにしてやりたいと思います。路線バスですね。ここに車庫があります。この車庫か、西西車庫ですね。こちらにまあいわばバスがたくさん、こちらを拠点にですねバス路線を運転していたわけですが、こういうふうに鉄道が開通するようになったので、バスと鉄道両方走らせると競合してしまいますので、バス路線の整理および再構築を行いたいと思います。まずそのためにはここら辺を通るバスを見たいんですが、なんかないんですよね、路線バスが。これかな？これはどこ行き？あ、違う。ここは、これは関係ないんだ。これは高速バスだよな。あ、この路線は関係なし。もうすごい黒字だな、国際空港。これだけで結構ないい成績が出てますね。空港東駅ですね。で241空港東駅の折り返し場ですね。ハガクレインターチェンジ、こう駅もハガクレインターチェンジですが、駅も併設しております。ハガクレ駅ですね。
今何時だろう？ 20 時過ぎか。バスが走ってます。135番。135番はどこを結ぶバスなんでしょうね。まあバス自体は黒字なんですけどね、今も。埋まってる埋まってる。超高層ビルがあるからな。こういう風にして、さらにここにもバスがあります。だいたい130台のバスですね。そのバス、トラックの、番号を見ていきましょう。バス主にこの130から辺にいるんだ。で、139はどこにいるんだ。139は車庫にいますね。この辺のはずなんですよ。これ高速バスか。これは違いますね。130番台を中心になダイヤですね。でもまあ他にも止まっ、バスが走ってるかもしれない。132番。ここにバスがある。これはどこだ？金から。あ、これは関係ないですね。139はもう止まってますね。このぐらいまで倍速してみますか。バス進みが遅いんで、基本もうバス戻ってきましたね。そうですよね。132はこれどこに向かってんだ。あ、ここに行くバスか。でまだ出ますね。ちょっと132をかけていこう。高速バスじゃないです、これは。トンネルに入って出ていくんですよね。だいぶ前なので、一部はかなりの部分は忘れてます。
辺ってメモも取ってないからな。これは130番。132番だろう。ん？これは関係ないのかな？ 132 番は。これはどこだ？130番と139番は止まりましたね。131が。あ、どうも132番は関係なさそうですね。あと131番はどうなんかな。こことここを往復するだけだから直接あの競合にはならない感じですね。どうか。今1時台。あ、135番は、ん？ここで曲がって車庫に行くんかな。そうですね、車庫に向かいますね。135番も競合しないと思うな。空港方面まで行かないからな。つまり競合しそうなのはこの139番と130番あたりかもな。多分139番は確実に競合する。なんかもう走りまくってますね、一日中。入ってきました。あ、これ131は関係ないよな。関係ないですね、関係ないことが判明した。132番はどうすんだろう。あとですね、ここストップして、他に走、この区間を走ってるバスがあるかもしれませんので、チェックします。路線、あ、ないな。路線バスで走ってるバスはない。だから案外本数が少ないんだ。少なくても130番は関係ないですしね。隣は高速バスですし。そうそう、出てきそう。139番かな。出ていったな。出て、3本とも出ていきますね。都会の方へ向かっていきます。あれ、139番違う方向に向かっていった。あ、地下に潜るんだ。135番は130番は関係するんだ。130番は長距離路線ですね、どうやら。この中では130番のみが。え、
ということは130番に関しては他の短縮が必要ですね。おっとストップ。35番も気になるな。これどこだ？あ、じゃあ関係ないか。今すれ違ったバスなかったっけ？これか。これは何だろう。空港だよな。あーでもこれは短距離ですね。そうが右循環。この辺のバスと同じ感じです。ここの系統ですね、いわゆる。このバスに関しては、整理を行いません。なぜなら、直接競合してるわけじゃないですからね。フィーダーなんで、まず130番は、路線の短縮を行いますね。これだと。直進ってなってますが、ここを越えた後折り返しを実施しますね、きっと。その代わり、路線が短縮されるので、増発は図ります。131、追跡を続けましょう。131と、あれ ?130 にはこっち行っちゃってる。132はいわば関係ないのかな。こっち来た。どこまで行くんでしょうね、この131番は。あ、方角は違うんだ。135番ですね。折り返したら、影響はなし。来ましたね。あ、帰っていきますね。じゃあこれ影響ないわ。運行変更は必要ない。
139がやってきましたが、あ、帰りますね。じゃあ139も関係ないやん。30はこっち向かいますが、そこでストップ。130は、これでダイヤ変更を行って、ここで折り返します。つまり空港に直接行くバスってもうほとんどないってことか。こんな感じですね。132を見てみる感じ。132ってここで折り返してたんじゃなかったっけ。130は対策が終わった。あ、折り返してないわ。向かっていくんだ。違うんだ、もともと向かう。139はここで折り返すんだろう。だからこれで多分これから先へ行くバスがもうなくなっちゃってるんじゃないかな。多分これ折り返すはずなんですよね。お、なんか来た。そうだよな。うん、ここに来るバスも全部じゃない。折り返すようになりましたんでね。ことは地質増発だよな。ここから先はバスはそれでいいのかっていうのはありますけどね。いや、関係ないだろう。139もこれで折り返し、多分直通するバスってないんで、ここの先行くバスってもうないと思うんですよ。
情報を見てみよう。乗降客11448人。ん ?440? あ、いや、でも当日だからな。ただこの日までは実績があるから、なんだろう、空港東駅まではバスがあるんだけど、この2駅のバスがなくなっちゃうんですよね。それをどうするか。ですね。ここで系統をちょっと整理しましょう。39も一応何時からの運行とか何往復やるかは別にして、先にちょっとどこを、まあどこからどこまでは走ってるのかっていうのを把握しときたいと思います。131が団子状態になってますね。まあ、動かしておきましょう。131だよな。両駅に北口ですね。で、再追跡を行って。何？135番か。
130番だな。132番が車庫に向かっていくの分かるから、32番は直進なんだ。つまり31だけど、どこに止まるんでしょう。131はでも折り返すけど、ここには止まらないんだ。折り返しするんだ、ここ。となるとどっかのバスターミナルで止まらないといけないけど、これ昼夜運行なのかな。それもなんかハードですね。130番と139番が今のとこ3位に車庫に止まってるから、32は、あ、でもこれ直進になってる。あ、でも132はここをもう停泊でいいってことですね。
本当に中央運行なんでしょうか。出ますね。131問、これはあの24時間運行ですね。低いですね。135はどうなってる？どうだこれ。どこ行くんだったっけこれ。あ、まっすぐ行く。あー、サイン飛車庫まで行くんですね。30は130もそうか。139は139はどこまで行くのか。うん、つまり ここですね。ここ通ってで、下通って バス停名がないけど、ここですね。ここまでを折り返していくんじゃないかな。139は折り返すけど、
特に発育心配が。次135はじゃあどこに行くんだ。だんだんと分かってきた。そうですよね。32を基本的には一緒。いや、経由するとこは違う。逆に車庫じゃなくって、そういうことか。あ、でも直進するからこれで終わりじゃないんだよな。西都領間は結構バスが運行しているのに対して、分かったことは空港はそんなに本数がなかった。直行の本数は実質これの1本、130の1本だけなんじゃないの。折り返すしな。
まあ、130と135はこれで系統が同じになっちゃいましたね。多分それぞれ。ということは差別化が難しい。131はそれの短距離バージョンですね。短距離バージョンで24時間戦うわけです。車庫にも休まずに。ちょっとこれはブラックですね。さすがにこれはちょっとかわいそすぎます。31ってもう空いてないの？いや、そんなことないよな。絶対空いてるよな。だから発車時間をちょっと設定してあげましょう。21時半ぐらいまでやけどな。1時半から見ると、両駅行くバスがちょっと多すぎる気もしますね。逆に空港を結ぶバスはこれでなくなっちゃったんで、むしろまあ1本だけだったら空港とは言わないけれども、空港東まで延長してあげてもいい感じはします。139番とかかな。一歩はでも両駅北口への乗り入れやめてもいいかもな。あと132の運行状況でも見てみるか。
132はどうした？反対側向かっている。してこれ解除しないとこれ入れられないのかな。135は135もこれ直通してるやん。いらないですねこれ。ここまでの直通は少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。132番ってどこまで行くんだろうな。
ああ、この先も行くのか。いやー、でも必要なのかな。ちょっと長距離すぎるな。あ、と思った。ここ折り返すんだ。なるほどね。つまり、循環するんだ、ここをな。ってことは、両駅北口までは行かない。このバスは、実は。どうしよう、水族前、経由と、こちらの経由と2つあるんでね。両方を設けてやないといけないっていうのがありますね。132はここを往復して帰るルートか。ってことは、131がその西と両を折り返す便だから、130が車庫まで130と135が同じ役割をしちゃってるか。延長するとしたら139番かな。こちら前の便がないんだよな。130番だよな、これは。130番下経由で、135番が上経由か。で、次回りだから、
植物園周りだよな。水駅周りだよな、一方こちらは。ってことは違うルート通るからどちらも廃駅。配信しますとはならないわけだ。ということで今ここを通る5本は分かった。しかしじゃ本当にここバスずっとないのかどうかってことですよね。ここを通るバスは本当にないのか。今空港東館からここまでを通るバスは本当にないのか。6時から21時までか。139は5時45分かい。20時15分。35番が5時45分から20時。だから
これはやばいな。5時半でいいような気がしてきた。135番は。で、最後132番が、もう深夜か。5時55分から、23時5分か。22時5分でもいいぐらいだな。ここに止まるから、あんまり止めたくないっていうのはわかるんですね。空港にバスが通るかどうか。通らなければどうするかですね。まあ139を延長するのが妥当かな。ただ最低本数になっちゃいますけどね。
バスって全然走ってないのかな。もう今は。本当だ、金、客がいない。ここもバス走らせないといけないですね。前、以前はバス走ってたと思うんだけど、この高架のとこ。まあ、もしくは、ここをつなげるんじゃなくて、ここの環状バスを走らせるとかかな。まあ当然空港の方も、空港東も環状バスが、この地区の環状バスは走らないといけないですからね。バスがないんで、この辺も含めた逆に増発を図らなきゃいけないってことですね。まあ、ひとまずは139番だけ、延長しますか。まあ西車庫から当駅までの需要っていうのもほぼない。なぜ当駅は本来地下鉄で需要が消滅してますからね。直通需要はないわけです。少なくても、まあいわばこの辺を周りで回るルートなら需要があるけれども、まだまでだったら直通とか、ここの車庫の直接需要はありましたけど、この駅から乗り換えなしの需要はありましたけど、今地下の
空港連絡鉄道を使えばいいわけですからね。それはないから、ここの鉄道が、この辺の鉄道が、サポートしていないところあたりの便を増やしてあげるっていう必要がある。ここはもうすぐつながるからな。ただまあここからこの付近からここへ行った方が空港へは便利につながるっていう考え方もあるからな。まあ塔に出ちゃうのも手ですけどね。どちらにしてもこの139番、これを今こうなってますけど、空港東まで延長しちゃいましょう。まあ、つまりまずダイヤで139番を折り返しして10分か。まあこれは変わらないけど、直進に変更か。あ、違う、開始でいい。139が直進か。こ、そうですね、こういう風に。ちょっとだけ増発します。20時半ぐらいまでかな。とりあえず今できることで車両の増減を経ずに
やれるダイヤですね。とりあえずこの139車窓にしてみましょう。あと1時間切りました。そうそうですね。さあバス停から45分に発車となります。そうですね、空港東方面向かっていきます。まあ、完全にこの路線に関してはもう空港鉄道が接続しているので走らせる必要はないんですが、1本しかないっていうことを気づかんかった。むしろ増やしてやらなきゃいけないぐらいですよね。ボックスランチ。3往復ぐらいかな。でも今回は間に合いませんが、次回ちょっとバスの再編を行ってあげましょう。もう一回だけちょっとこのシリーズ続きます。さあ、空港東へ到着です。1時間ぐらいで空港東に止まりましたね。着きました。さあ、10分停車した後折り返しします。ちょうど赤に引っかかります。高速道路も延長してますが、あんまり高速バス、これの路線を使った高速バスは設定できないですね。まあ理由としては中途半端っていうのが理由ですね。
あんまり開発されてないので、ちょっとガラガラな状況ですね。さあ、そして車庫へ、西西車庫ですね、到着しました。拠点ですね。引き続きここが拠点になることは変わりませんが、まあ役割も少しずつ変わるということになりますね。高速バスが上を通ってますよ、高速道路で。ぐるっとジャンクションあたりなんで、非常に複雑な道を構造しております。ここで左に曲がるはずです。方向はこうなってますね。高層ビルが建ってます。正面右が西駅ですね。ここで地下トンネルを通って、下をくぐっていきます。長距離線は複々線ですね。線路別は複々線になっております。多くの列車がやっぱり行き来しますね。新幹線ですね。この新幹線の駅に直結するという役割も求められますが、
本来であれば。ただ創薬はもう塚の空港連絡船に委ねられてるんですよね。バスの乗り換えも出来るようにはなっております。空港東へ行けば地下鉄線に乗り換えもできますしね。空港線では車庫に到着です。12時44分か、7時間ですね、1往復。
3往復かな、 2.5 往復か3往復。はい、というわけで、こんな感じでバスの地下鉄かじゃない地下新線ですね、空港連絡線の延長後にバスを整理を行ってみました。まあ整理っていうよりどこがどこを走っているかの確認ですねにとどまった感じがします。むしろ空港の行く直通バスって少なかったんだなって思いましたね。空港東まではフィーダーバスがあるけど、より南側はそんなにフィーダーバスないんで、次回はそのフィーダーバスの整理を行いたいと思います。いわゆる地下空港連絡線とつなげる便ですね。そちらの整備を行って、そのあたりに住宅も建ててっていうのもできればやりたいと思いますので、次回ご期待ください。少し短めですが以上に、今回は以上になります。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。Twitch、YouTube のチャンネル登録、高評価ですね。Twitch、アカウントフォロー、チャットコメント、ライブウォッチプリーズ。Twitch、ライブ視聴とアカウントフォローをお願いいたします。YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。YouTube の方もぜひご覧ください。アーカイブを、今回ライブ配信したアーカイブを翌々日21時から、プレミア公開しまして、そこを見れるようにしていますので、YouTube でもご覧いただければと思います。Please YouTube ライブ、YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、YouTube のぜひチャンネル登録、動画の高評価の方もお願いいたします。最後に、Twitter やっております。こちらもチャット欄に、ツイッチのチャット欄にアドレス記載しますので、アクセスの上、
まだの方ぜひフォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズ。さあということで、車庫にバスが来た状態。で、今回の配信を終わらせていただこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。
Teile mios Freund.